すごいね、うん、乗用車エリアまでトラックがもう入ってきちゃって、はい、おはようございます。黄金のパーキングエリアです。ただいま6時半かな、6時半頃、まあ、ここから会場まで約15分ぐらいだったと思うんで、すぐ着きますね。今日はテラの復帰戦、復帰第1戦目、結果よりも怪我をさせないってことに気をつけて頑張りたいです。いや、頑張れる気がするな。あんま頑張んな、逆にあんまり無理に取るな取らんでいいんやで、危ないのは。上手に投げてやるだけ取り。とりあえずね、めっちゃ暑い今日。6時56分、外の気温は19度、もう19度です。7時前なのに19度。防災公園に向かいますよ。はい、会場着きました。グランドの調子がね、これなーにこれ。だから芝生のある向こうの方にコートを立ててます。他のワンちゃんたちに吠えまくってます。困ったもんだ、この娘は。なんだろう、足がねじってたのか、この布の生地の位置が悪かったみたいで、なかなか立てられませんでした。みんなに手伝ってもらっちゃった。はい、皆さんおはようございます。本日ミキ、防災公演大会、参加ありがとうございます。また朝早から設営等のお手伝いありがとうございます。本当に助かります。結構風強いよやばい。加藤、ワンダも下の糞がいっぱい落ちてるんで、みんなで拾ってきます。スモールの練習が始まりましたよ。風はね、あれ、右から左かな。結構旗がパタパタ。さあ、発見したディスク、ナイスキャッチが6ポイント。さあ、6ポイント。セカンドスロー、エリアを伸ばしてのキャッチ、5ポイント。さあ、残すところあと3チームのディスタンスの合計です。3チーム終了します。さあ、ドラフトで練習時間乗ります。じゃあ乗ります。セット3、2、1、ゴー。パスをディスク先行、ダウンでのキャッチ。さあ、テラチーム、滋賀県彦根市からの参戦。セカンドスロー、ノーキャッチ。惜しく3度目キャッチ成功が5ポイント。一生懸命だな。あ、これは大丈夫やろ。惜しくー、てなー。さあ、こちらもナイスキャッチ、5ポイント。00554途中、2投のキャッチが成功で、残り時間15秒の5投目。さあ、これは左に逸れていく、ネット直撃、ノーポイント。4、3、2、1、さあ、この最終スローは入っていない5投中、2投の成功、10ポイントフォースなど10ポイントあれは無理だわって、あれこそ気がさせるわって。
さあ続きましょう。コメント連日の疲れのため母ちゃんはお家へお休み中です。30秒経過。ああ。ナイス。さあ、おお、ひっくり返し。アホですわ。自分で霧吹きかけてね、ベタベタになってます。吐いて、はい、吐いて。ハイクー。いいね、テララ。いいね。ノーノー。今からや。やらしてやらない。今からやってらおや。はい、1ラウンド目終わりました。テラは2投キャッチ。10ポイント。なんかよくわかんないけど、コート開放インターバルだって。はい、水分補給忘れずに、テラちゃん飲んだ。さあ、一回外歩こうか。もうちょっとで2ラウンド目の出番だからね。セカンドラウンドのスモールの練習が始まりました。キャッチ成功、5ポイント。さあ、0、0、5と来て、さっき滑ったやろ。認め、キャッチ成功が5ポイント。テラチーム、さあ、ファーストラウンドポイントが10ポイント。では参ります。セット3、2、ワン、ゴー。はい、ゴー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 。よし、くーてらー、でーく。キャッチ成功は、どこまで行く。5ポイント。どこまで行く。はい、くよー、てらー、はい、ゴー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 。はい、くーよし、くーてらー、こーい。キャッチ成功、5ポイント。さあ、てらー、もっと投げろと言わんばかりに、奥まで走って。手いってのキャッチ。30秒経過。はい、ゴー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 。よしくー、テラー。さあ、これは超えてきたか。エリアを伸ばしてのキャッチ、6ポイント。15秒前。はい、よし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 。はい、ゴーゴーゴー。よしくー、テラー、こい。キャッチ成功、5ポイント。2、1、ここで時間いっぱいタイムアップ。さあ、5、5、6、5、4投中4投の成功、21ポイント。トータルポイントが31ポイント。さあ、この31ポイントが現在トップで、残り2チーム。じゃあ、走りました。先頭キャッチ4回だったけど、3投目1位通過です。決勝進出者の練習が始まりました。風はほぼ今はちょっとだけ、ほとんど吹いてません。風吹かないと暑い。そしてディスタンスモードクラス予選通過第1位テラチーム、最後にディスタンスアドバンスクラスハイラ、以上ディスタンスファイナリストご紹介も終わります。本日のディスタンスモールドクラスは6チームでのファイナルステージ。ディスタンスモールドクラス、ファーストラウンド10ポイント、セカンドラウンド21ポイント。さあ、30ポイントオーバーを持っての予選通過第1位にはディスタンスモールドクラス予選通過第1位テラ、ファイナルステージ今日1回します。セット。失礼いたしました。しばらくお待ちください。ディスタンススモールドクラス予選通過第1位テラ、ファイナルステージ今日いたします。セット。3、2、1、ゴー。ナイス。ファーストのキャッチ成功が5ポイント。さあ、これで優勝は確定し、そしてさあ、どこまでポイントを上げてくるか。はい、ゴー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 。惜しく同じく5ポイント。30秒経過。だからロングランしないんだね。
よしげいいねデラさあこれで5が3つ目さあ安定してのキャッチ15秒前。ちょっよしげデラ来い。さあエリア1つ、はい、来い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 。さあ同じく5ポイントでのキャッチ。さあ最終スローどこまで出してくるか。ゴー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 。最終スロー右先行ダウンでのキャッチ。ゴー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 。ゼロこと中4との成功が20ポイント、トータルポイントが51ポイント。よって本日のディスタンススモールドクラス優勝はデラチーム32ポイント、第3位ミントチーム31ポイント、リナちゃん復活、おバカテラが映ってしまいました。気の強いテラでした。おしまい。今日は5ポイントで攻めました。最後のゼロは父ちゃんが力みました。ゲーム終わってくつろいでおります。続きまして本日ディスタンススモールドッグクラス優勝はデラチームとなっております。おめでとうございます。大会無事終了しました。怪我なくてよかった。話をして解散です。綺麗なんぼおやった。衝突事故で宝塚、対面で第一走行規制って書いてある。吉川ジャンクションから宝塚1時間10分、あ、あった。間もなく左に寺、ご苦労様でした。優勝おめでとう。復帰できたね、よかったね寺、というわけでですね、どうやら高速道路事故渋滞であんまり車が進まないみたいなんで、もう早々に諦めて黄金パーキングエリアに入って休憩しております。まあのんびり帰るとします。はい、そろそろ、どうやら渋滞も解消したようなので出発します。だいぶ休憩しました。すでに7時半です。ずっと寝入りしちゃったよ。はい、レッツゴー。秋から頑張って